皆さんこんにちは、スティーブ・テキスタンのスティーブです。オーバーフェンダーワークスフェンダープロジェクト 240Z フェアレディ Z のオーバーフェンダーワークスフェンダー属車仕様属車フェンダープロジェクトが今日続きます。今日は寒くなったんですけど晴れてるんですごい、いい天気です。ヨネちゃんにまた来てもらってます。ヨネちゃんこんにちは、ありがとうね、ここまで来てくれて助かります。俺はこの間のこっち側のフェンダー2人でやった後、俺は1人であっち側頑張ったんだけど、見てもらえますでしょうか。見ました。どんな感じ、素人レベルで。いい感じですね。まあまあかな、うん。でも今日はどっちかといえば後ろの方がちょっと難しい2枚になってるので、これからカットと溶接になりますよね。そうですね、初めてになるんで、ヨネさんの指導で、の下で俺は動きます。やらせていただきたいと思います。よろしくお願いします。後ろは前と違って、これはもう以前多少ワイドじゃないんだけど太いタイヤがつけれるようにちょっと削った時があった。多分覚えてる方もいると思うんですけど、こっちを切っちゃいましたね少し。でも今日はもう外側のカットですよね。はい、ね、なんでこれはどう見ても二重になってますよね。外側と中側のがあります。前は思ったより、まあ、そんなに難しくなかったんだけど、後ろがもうちょっと作業になります。うわ、もうちょっとした作業になりますので、はい、頑張りましょうか。やりましょう。さあ、どこから、ちょっと真ん中から始まるよ。真ん中から、うん、ダメ、いいっすよ。もう行きます。そのラインですよね。このラインです。このラインです。このラインですよね。このラインいんだよね。この鉄板が結構熱いよ。熱いですね。熱いよ。ほら、まだ切れてないって。あれ、そのラインですか。このね、このラインです。このラインです。こういう風に出てきたんだよね。この二重になってたんだけど、めちゃくちゃ分厚い鉄板があったんだよね。これはもっとパネル交換っていうか、上にそのスキンっていうのかな、やっぱり付けられたことあるような気がするんだよね、いつか。じゃないとこんな厚いのはないんだよね、二重になるここまでは。で、切ってもまだね、ヨネちゃん、うん、まだ結構行動あるんだよね。3から5ミリぐらい結構ありますよね。あるで、別々になったのはこの後ろの方。さすがにクリーンアップに上手。
ヨネちゃんがね仕上げて、ってくれてる間に、これちょっと寒いけど軽く黒を塗ってどういう見た目なのかなって、やっぱり黒はオレンジに。あ、ヨネちゃん終わったか。いい感じです。え、いい感じ。はい、おおあら、いい感じじゃないですか。なかなかいい、うん、いいよね。そうですね。なんで本当はね、俺がいろいろ調べた中で奥を残して爪を作ってそれを溶接していくようなやり方がよくネットとかではあるんだけど、うん、これは今回はそれはこういう切り方だったらできないので、うん、溶接なんかは難しいよね。ここを溶接することになるとどうなんだろう。鉄板が溶けちゃう？大丈夫なの？大丈夫ですね。ここをこうは浜でこれをこうつけて、でこのラインを溶接していく感じになりますか？ヨネちゃん、ヨネ先生、それがいいと思います。さすが日本人。でも日本人よりもうヨネさんは細かいよな。綺麗だよね。これはグラインディングフィールでここまで綺麗に仕上げてたんで、俺の雑な切り方の後は随分クリーンアップうまいね。ありがとう。ありがとうございます。無理があるんだけど、やり方にはね、別にそれ分かってるんだけどね、ヨネちゃん、これはさ、あの黒とオレンジはどう合うのか、合うか合わないのか、それがこれを同じ色にオレンジにする必要あるのかということを考えてるので、とりあえずめっちゃ寒い中でスプレー缶でやるのがあれなんだけど、でもオレンジに黒がかっこいいと思うのよ。元のテーマはそうだから、ホイールは黒にしていて、でオレンジ黒がめっちゃいいと思うんだけど、バンパー、フェンダー、隣に言ってたんだよね。バンパーはとにかく同じ色オレンジにしないといけないようなこと言ってたもんな。そうですね、うん、でもね、俺この間インターネット、あのインスタグラム見ながら、フェンダー、バンパーが緑の Z だったのかな、に黒の前のバンパーもそうだったよ、黒だった、めちゃくちゃ似合ったんだけどね。なので一回オレンジって決める前に、これでちょっと適当なんだけど塗って合わせて、みたいなと思うので、どうヨネちゃん、やってみましょう。やってみよう、やってみる、うん、どうせほら色が変わるし、黒になってもまたサンディングしてね、あれしなきゃいけないので。そうですね、ちょっとやってみようか。はいね。程度で、これは実際にさ、いつか近いうちにあのショップで、ほら、このできるショップでちゃんとね、コンプレッサー使ってスプレー缶じゃなくてちゃんとしたもので塗りガンでみたいよな、ガンでやりたいんだよね、うん、これはもう卒業50年で、これでやっと卒業ちょっとしたいなと思います。上手だけどな、俺が。そうですね。これは、うん。車一台でも俺やろうと思えばできると思うよ。これ噛んで。やったことあるぜ、昔。ある。仕上げはもう、安い、あの辺の安い板金屋にも、もう負けないぜ。すごいね。
お、ヨネちゃん、ガッツポーズ、ガッツポーズだよ、これは。イエーイ、綺麗に切りましたね。いいじゃん、なかなか時間かかったんだよね。こちらは、お、あっちより少しパネルが、なんていうのかな、開いてると、開いてあるというか、うん、あるんだよね、隙間が。まあ、溶接だな。後ろからの、こう、溶接、ガス溶接ですか、その、なんていうんだったっけ。アルゴンガスを。アルゴンガスを、うん、っていうんだ。使ったもので。分かんない。俺の安い溶接機では、もう絶対 やらないって、さっきヨネちゃんに、オフカメラで言われたので、もう恥ずかしいんで、誰にも見せられないんだよ、俺の溶接。整備士としてはね、もうちょっと行けなくなったら板金屋でもしできなくなっても床屋はできそうだよな、今のやり方を見たら。なんかバリカン床屋できるんじゃないよ、ヨネちゃん。そうですね、床屋行ったことないだろう、その髪があったら。いや、ありますよ。 あるけ、こうやって頭いいな、綺麗じゃん、こっちすごい綺麗、さすが、いいな、ナイスだよ、よくできました。それその間にさ、ちょっと黒を塗ってみたんで、はいはい、フェンダーとバンパーの半分、うん、ちょっと合わせて見てみるか。見ましょう。はい、カットしている間に俺がちょっと塗装したんだけど、オレンジと黒のイメージはどうなのかなと。バンパー半分黒を塗って、フェンダーこの1個を塗って、うん、ちょっと合わせてみたらどんな感じなのかなと思ったんだけど、多分ケツを下げた方が分かりやすいんだろうと思うんだけど、ちょっと合わせてみる、一旦簡単に軽くこう、うん、どんな見た目なのか、良さそうな感じはしない、もしかしたら。うん、かっこいい、ね、黒でもで、ボネットも黒とか、なんかイメージが見えるんじゃないの、オレンジ黒のテーマで。そうですね。あっちゃんどう思う。うん、悪くはないよな。うん、おーおおほうほうほう、おお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 、黒もいいよ、黒もいい、黒行ってみようか最初は。あっちゃんはどう思う。黒がいいかも。ヨネちゃんはどう思う。見ます、こっちから、どうぞ。あ、かっこいいなんかいいよね、ひょっとしたら白より黒の方が全然いいと言えるもんな、それは。そうですね、白はこうね、白じゃないな、オレンジ黒はテーマだな、この車で。横にもなんか黒いストライプかなんかでも考えると、めっちゃかっこいい日本の族車、族車テキサスでもうできるんだよね。そうですね、yeah、黒だとかっこいいかもしれない。そうだろ、そうでしょ、ねえ、あーちゃんは言ってたよね、それも黒と。ドアになんか丸いなんか黒の、ああいうレーシングマークみたいな、あのナンバーみたいなのもあるとかっけえかもしれないよな。いいね、どんどん見えてきました。ヨネちゃん今日ありがとうございました。お疲れ様でした。あっちゃんお疲れ様でした。車戻しましょう、もう遅いんで。まあまだご飯だよ、ゴー。もう少しこのラインですよね、だと思いますよもう遅いぜ